武庫市は中華人民共和国安岐省に位置する地球市。1952年8月27日に市が設立された。この地で、長江と青、翼江が合流する。安岐省の東南部に位置し、合飛市、馬安山市、仙城市、池州市、同僚市に接する。武庫市域の地勢は、南が高各北は低い。地形は、平原や丘陵など多様で、 河川や湖水などが網の目のように密に分布している。地域内を流れる主な河川には青、翼港、水溶港、川などがある。それらの河川の間に黒砂湖、龍河湖、稽古などがある。全市の土地面積は3317平方キロメートル、内宿面積は720平方キロメートル。気候は亜熱帯湿順季節風気候に属し、四季の別は 年平均気温は、摂氏15から16度で、年降水量は1200ミリメートル、4種かつく、1研究、4、3研を管轄する。観南業職部講市、編集株当たり戦区、編集観南業職部講戦区、編集暗記賞部講師、編集暗記賞部講戦区、編集暗記賞部講戦区、編集暗記賞部講師、編集暗記賞部講地区、編集暗記賞部講師、編集、 京子越しに見る、武古市街の夜景春秋時代、この地の湖畔の草むらの中には、鳩が多く、クレ国はこの地にできたというに、鳩ここゆうと命名した。長江はこの周辺では、鳩港の別名があった。当時の鳩ここゆうの位置は、現在の武古市の南東の水飛行南岸にあたる。鳩ここゆうの湖には、雑草が多かったことから、後に武古と呼ばれるようになる。 戦国時代の終言王4年、呉国は越国により滅ぼされ、派とここは古史の領地となった。旗が中国を統一して全国に36の軍を置いた際、派とここは軍に属することになった。前漢の武帝の元宝2年、軍は太陽軍と改められ、その下に17の剣が置かれた。その中に武古剣の名が見られ、この時から武古剣と呼ばれるようになっている。 前漢の昭和元年、西王であった、竜明は、有罪となり、偏舎刑に処せられ、武庫公に降格した。これ以後、武庫県は、武庫国と改められた。90年、第二代武庫公の劉向は、西王の地位に戻され、再び武庫は県になった。三国時代、呉の後部2年、武庫県の県城は、鳩ここから、現在の武庫市区の南東の啓蒙山周辺に移転している。 東信に入り、河北を失った東信政府は、元は、現在の河南省周辺にあった吉尾武庫において、強立した。東信の相手への境内元年、武庫は、戦場軍に属することになり、その中心地となった。後部帝の大の根安氏二年、元は、現在の山西省にあった上東軍を武庫で、強立した。しかし、ふとし年間に上等軍を廃止して、 上等県にし、陽国圏を武庫圏に編入し、さらに、武庫圏を上下紀圏に編入したため、武庫圏は一旦消滅する。上下紀圏及び上等県は、ワイ軍に属した。関和元年、ワイ軍の軍地は、太陽の宇古に置いた。随分帝の開洋9年、元の武庫城は廃止され、東塗りに属する陳とされた。東大もこれを踏襲した。五代十国時代の南、 唐昇元年間、武庫県は復活し、高嶺府に属するようになった。これ以後武庫県は高台まで存続した。総大層の開けたから8年、武庫は先週に属するようになった。太平公国2年には、以後中華民国の時代になるまで、武庫県は太平に属する県であった。宋代には武庫に城壁が築かれたが、後に陛下で破壊された。秋代、武庫では、 城壁の修復が行われ、万歴9年に完成した。その規模は小さく、周囲は739条であった。ただし、工業や商業が非常に繁盛したため、市街地は城壁の範囲を越えて、どんどん広がり、青、翼港の両岸に沿って西へ伸び、ついに長港の岸まで達した。これを称して、十里町外といった。武庫は船や車が集中し、財力や、 文物も多く、貴重は、武功、全国16個大都市の一つに数えた。中国各地で活躍した貴重は、万歴に出版された、旧市の間基地で、全国の大都市を次のように評価している。今の、いわゆる都会とは、大きいものは、両景、公、説、広の各省の紹介、次に来るのは行ける、松、淳、陽の諸府、臨機よし、最年の諸州、義馬。 武庫の初見、売り集、京都の初鎮。民進代に映画を極めた重利町外は、太平天国の戦争の際に戦火に巻き込まれ、ことごとく廃墟と化した。1876年、清とイギリスとの間で結ばれた芝生条約により、武庫は外国船に対する開港地となった。1877年、李公省は朝廷に対して、信仰にあった。 米市場を武庫に移すことを提案した。数年後には武庫は中国市大米市の主位となり、市場は県城から西の長江までの間、青、翌江の北岸に集中した。戦火で破壊された十里町外はこれにより復興していった。さらに、十里町外の北には2階、大雨町、二庭路が開かれ、新たな商業の中心となった。理工省の家族は武庫に、 大量の投資を行い、多くの隠し建築物を建て、武庫の市街地に今も多くの影響を残している。1910年には、武庫宿は約2.4平方キロメートルにまで拡大した。1912年、中華民国政府は不を廃止試験は存続させることを宣布した。これにより、武庫県は暗記省の直属になった。1914年から1928年まで、 安岐省には三つの道が置かれたが、その内武庫道は関南の23県を管轄し、その地所は武庫に置かれた。1932年、南京国民政府は省のもとに行政正しさ指定員交渉を置くことを決定した。武庫県は安岐省の第二戦区行政、正しさ指定員交渉の中心となった。1938年には日本軍が武庫に侵入しこれを占領した。 武庫は第五戦区に改め属し、同年10月25日には第九戦区に改め属した。1941年には第六戦区に管轄外された。1945年9月、日中戦争が終わると暗記省観南行所に属し、同時に第六戦区の中心となった。1949年4月24日、 人民解放軍第3野戦軍第30軍88、師団が武庫を占領した。4月27日には武庫軍事管制委員会が設立され、南京軍事管制委員会に直属することになった。同年5月10日には武庫市人民政府が成立した。これ以後、武庫市が県から分かれて設立されている。同年5月13日には、神奈業所が武庫市に置かれ、 株当たり、池州、戦場の戦区を管轄した。うち、武庫市は、観覧業所の直轄となり、武庫県は、観覧業所株当たり戦区に属することになった。1950年、株当たり戦区は廃止され、武庫県は、観覧業所の直属となった。1952年2月4日には、武庫県は新たに置かれた、武庫戦区に属するようになった。 1952年8月27日、関北交所、関南行所は廃止され、安岐省人民政府が成立し、武庫市は安岐省の直属になった。武庫県は武庫選区に属し、武庫選区と武庫県の中心は共に武庫市に置かれた。1959年3月12日には武庫県は廃止され、武庫市に編入されたが、1961年にまた、おけされている。 1971年3月、武古県の中心は、ワンシチンに移転した。同年3月29日、武古線区は、武古地区に改名し、武古市、武古県は共に地区に属するようになった。1973年2月25日、武古市は、安記省の直属となった。1980年1月29日、武古地区は、戦場地区と改名し、 行政交渉は戦場市に移転されている。主な産業は軽工業や宝石で、主な産品には羽毛製品、ミシン、ブラウン管などがある。伝統産品には、ホ温ンビン、羽毛袋、絹製品革、革靴、ベッドシーツ、合毛などがある。また自動車の製造も急速に伸びており、木髄汽者の本社があり、市の産業の柱にもなっている。 重工業では、市区の南の白馬山にコンクリートなどを生産する、海らグループがある。その他、米や小麦などの農業、河川や湖での魚やカニ類の漁業、鉄や銅、鉛、糖土などの工業なども盛ん。南両県の丘陵地帯では、薬用ボタンが栽培されている。武古鉄画などの書画も有名。鉄道道路武古町工大橋は2000年に完成した。武古工は、 超高沿岸の主要な港案となっている。ありがとうございます。